どうも大野清文です、テクニクスの AZ80 についてはいろいろ語ってきましたが、今回は何度か、ご紹介しようと宣言していたノイズキャンセリング能力のある秘密についてちょっと話してみたいと思います。秘密というか何というかなんですけど、この AZ80 という機種はですね、ノイズキャンセリング能力がもう結構高いです。ソニーさんのライバル機種と比べても結構高い方なんです。ただそれがもう明らかにもう一歩リードしてるなとか、もう超無音になるなとかではないです。そこはもう耳栓のようなものを期待してもらったら結構違うと思います。ノイズキャンセリング能力ってそもそもなんですけど、その低音域とかをカットする傾向にあって、例えば飛行機とか電車に乗っているとこう主に目立つのがゴーっていう低音域なんですよね。なので人の喋り声のところを消すというのとはちょっと違う目的だと思うんですよ。なので無意識になってるゴーっていう音を結構カットしてくれる機能だったりするので、その高い音を全部消して無音になるっていうところとは違うものなんですよね。もうそれができちゃったら本当にすごいなと思うんですが、今まで私ノイズキャンセリング能力でそこまでのものは出会ったことはないので、まあ結構消してはくれるんですけど、で AZ80 もまあそういう傾向にあるので、まあ、完全無音になるわけじゃないですが、まあ、騒音をある程度低減してくれるという機能です。でこの AZ80 のノイズキャンセリング機能の他の機種と違う点が実はあって、私すごい感じたところがあります。これあんまり言われてないところだと思うんですけど、簡単に結論から言えば、風の音とかそういうのを結構カットしてくれてるという印象でした。これどういうことかというと、外でイヤホンつけて歩いたりしますよね。まああんまりこうもちろん危なくない程度に皆さんつけてると思うんですけど、まあ、周りに気をつけながら聞いてると思うんだけど、こう外とかつけて歩いていると結構風の音がガサガサ邪魔してくるんですよね。これ風の音っていうのはまた音というよりもこの風圧が耳にかかってくるとノイズキャンセリング能力の邪魔になるんですよ、実は性能的に。なぜかっていうと、ノイズキャンセリングするために外音を取り込んでるんですよ。外部に向けてマイクがあるので、そのマイクで外の音を取り込む以上、そのマイクにふーって風が吹いちゃうと、ボフ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 言ったり、ガサ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 言ったりして、外で聞くには若干、邪魔だったりするので、私結構オフにすることが多かったんです、今まで。ノイズキャンセリング。皆さんも感じたことあると思います。電車の中とかで聞いてると、本当に低音域を削ってくれていいなと思うんですけど、外で聞くとやけに風がガサガサ鳴るなと。そういう時は本当にオフをおすすめするんですが、この AZ80 では、その風の音があんまりしない。ほぼ邪魔してこない。オンにしても。これ実はすごいことだと思っていて、何がすごいって、これアンビエントモードでも試したんですよ。外音が聞こえるパターン、この外音が聞こえるパターンでも風がガンガン入ってきてガサガサ行ったりすることが多いんですけど、この AZ80 はこのアンビエントモードでもガサガサあんまり言わないんですよ。これ結構革命的でですね、ノイズキャンセリングとかアンビエントを本当に使おうと思ったら ここがスタート地点だと私思っているので、結局風の音が気になってノイズキャンセリング使わないことあったり本当にするんですよね。なのでこれがどういう技術で軽減されたのか分かんないですけど、これがされてる時点でこのイヤホンすごいと思いました、ノイズキャンセリング。なのでこれだけはどうしても別な動画で伝えたかったってところですね。皆さんこの AZ80 持ってる方はぜひ外でいろんなモードを試してみてください、ノイズキャンセリングオンとオフとアンビエント、どれもそれぞれ良かったりしてて、オフの状態だとちなみに音が結構フラットでいい音するので、オフの状況でもメリットはあるんですけどね。まあ個人的にはノイズキャンセリングをオンでも、まあ、外の音聞きながらちゃんと気をつけながら行きたいって時のアンビエントモードでも使えるっていうのはとても大きいことでした。そしてこのノイズキャンセリング能力についてもう一点言いたいことがあります。実はこれ前の動画でもちらほら言いましたが、オフにする状態とノイズキャンセリングをオンにした状態、まあ、ちなみにアンビエントにした状態でも結構音がちょっと違っていて、まあ主に特に目的がなければオフとノイズキャンセリングをオンにすること皆さん多いと思いますが、この音質の違いっていうのは結構あるんですよね。で具体的にどういう違うかというと、ノイズキャンセリングをオンにすると中低域が若干減ります。でオフにした時に中低域がちゃんとなってくれるって感じなんですが、実はこれオフにじゃあした方がいいじゃないかってみんな思うと思いますけど、ノイズキャンセリングオンの音も捨てがたいんですよね。どう捨てがたい
というと、いい感じに中低域が若干減っているので、余計に歌がクリアに聞こえたり、高音がこう気持ちよく聞こえたりもするので、簡単に言えばちょっとドンシャリ傾向というか、そういう風に聞こえるんですよね。あのすごい下の低域はちゃんと鳴ってるので、なので余計にこう見通しのいいドンシャリの音が好きって場合は、このノイズキャンセリングオンの時の方が好きでしょうし、まあちゃんと中低域の腰のある音みたいな風に聞きたい時はオフの方が、あのよく聞こえると思うので、まあこれテクニクスさんが意図してるかは分かんないです。そういう好みによって使い分けようではないと思うので、おそらくなっちゃったんだと思うんだけど、私的には別な動画でイコライザー設定も紹介してますが、ノイズキャンセリングを入れた時とオフにした時にイコライザー設定変えたりもしていて、まあ、詳しくはそちらの動画見ていただければと思うんですが、まあ意図せず音が変わってしまったような気もするけれども、まあそれを逆に楽しめる音の違いがあるので、私は両方気分によって使い分けたりもしてます。ちなみにアンビエントモードの音はどうなのかっていうと、ほぼノイズキャンセリング状態と一緒です。ほぼ同じような音です。でこれ明らかに本当にそうだと思えるのが、こう切り替えるときにノイズキャンセリングとアンビエントをこうアプリでこう一発で切り替えられるんだけど、切り替えたらプツっていうその途切れがないんですよね、アンビエントとノイズキャンセリングの切り替えでは。なんだけどオフにしたときだけプツって一回途切れる感じがあるので、明らかにモードを変えてるんだなって印象があるので、まあ、簡単に言えばオフにした状態とノイキャンとアンビエントにした状態のこの2つの音の傾向があるという、そんな感じですかね。まあいろいろ言っちゃいましたけど、あの視聴者の皆さん的に、じゃあ結局どっちで聞けばいいんだよっていう風に思われる方もいると思います。あえて言うとオフの方が、まあ、音がいいと感じる人多いと思います。全ての要素でちゃんと音がバシッと出てるので、まあ、外に出ちゃったりするとこうすごい音質が良くても結局外の音が邪魔して、あんまりその音質の良さを味わえないことが多かったりもするので、まあ、そういった場合はノイズキャンセリングをオンにして、電車とか飛行機とかそういった騒音のあるケースではオンにしたらいいんじゃないかなと思います。ただ他のノイズが気にならない時とか周りが静かな時は、まあ、オフの方が幸せになれるのかなという気はしてます。でこのノイズキャンセリング機能っていうのは、いつの間にかワイヤレスイヤホンの標準機能みたくなりましたよね。当時はね、本当にノイズキャンセリング機能が載ってるってだけでももう騒がれたりしたんですが、今本当に当たり前のようにこのワイヤレスイヤホンに載ってるという状況だと思うんですよ。でこの発売する側ソニーさんなんかでも XM5 の発売の時のこう紹介ホームページで一番最初にこうノイズキャンセリングすごいですよみたいに歌ってたりもするので、発売する側も結構重要なポイントとして考えられてるんじゃないかなっていうふうに、そういう気がします。で私個人的に思うのは、ノイズキャンセリング能力をもう全部無視してもうつけなくていいから、音質マックスにしたイヤホンで私はやりますよみたいなものをもう出してもらえたら嬉しいなと思います。もう本当にオーディオファンに向けてまあただまあ需要があるんだろうな、きっとノイズキャンセリング能力があった方がいいんだろうね、きっとね。もう私も恩恵感じることがあるので、まあいろいろ話してしまいましたが、今日はこの辺で、終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録していただけたら嬉しいです。大野清文でした。ご視聴ありがとうございました。